空手ベースの両者もちろんタイプは全く違いますけれどもね、どんな風にご覧になっていますか。はい、伊沢選手、空手ベースでしかもローキックがものすごく強くて、本当に必ず対戦相手にローキックまで効かせてきたと思うんですよね。はい、それがこの極真 の鈴木選手に通用するのかっていうのはすごくなんか興味深いところですね。はい、階級を上げての今回の戦いとなりますね。だから伊沢選手体に厚みがありますよね。以前より筋肉の盛り上がりがもう変わってきましたよね。そうですよね。21なんでやっぱり成長期だから体大きくなったんでしょうね。そのフィジカルトレーニングですね、十分積んできたという伊沢なんですが、ここですでに蹴り技も出ています、足技も出ています。さてそれに対して拳で突きで谷突きでという前進が鈴木、後ろ回転回し蹴り。さて小比類巻選手、はい、この出だしどのあたりを楽しみにされていますか。いや僕この試合実はすごい楽しみにしてて、はい、伊沢選手ローキックすごい得意なんですよね。で対する鈴木選手はもう極真の世界チャンピオンなんで、それを相手にローが効くかどうかっていう、はい、で鈴木選手はパンチスピード速いですよね、はい、ラッシュスピード、そこにパンチで伊沢、その前には小比類巻選手かかとを当てていくような膝の裏への蹴りなどもありましたね。はい、なんでこれはもう顔面ありの空手みたいな感じなんですよね。さまざまな趣があります。そんな中で鈴木、さて中村さん、はい、58kg 級王座挑戦者決定トーナメントも王座決定トーナメントの準決勝進出がありましたよね。そうですね、本当に鈴木選手ポテンシャルの高さは毎回試合で見せてくれてるんですけど、なかなかこういいところで最後勝てなくて、結果が出てないので、やっぱりここでまたしっかり勝って、タイトルっていうのは考えてると思いますね。とにかく結果が欲しいという鈴木です。鈴木選手も僕ね好きで、はい、ずっと見てきてるんですけども、試合ごとにパンチが上手くなってきましたよね。もう蹴りはもう極真のチャンピオンですからすごかったんですけど、パンチがねだいぶ本当に良くなってきて、このクラッシュでの戦いというところでは少しアジャストするのに苦労したんですけれども、ね、そうですよね、もうアジャストしましたよね。今も相手のパンチをよく見ています。押してからの拳もある鈴木、さらに右、しかし左、はい、伊沢が前進してくる、いいぞバチンという音は鈴木、この接近戦この間合いで独特の蹴りが出てきます。伊沢本来伊沢選手だったらローキック効かせるんですけど、打ち合いに行ってますね。そうですね、これがフィジカル面アップの自信の裏付けなのか。伊沢奈美人です。体格は明らかに変わっています。なんか力強くなりましたよね、全くですね。伊沢選手以前はひらりひらりって感じだったんですけどね、はい、なんか強引でいいですね。今の前蹴りなども鋭い、パワーも兼ね備えました。第1ラウンド終了です。3分3ラウンドの中盤第2ラウンドです。速射砲鈴木に対して堂々たる蹴りがあったという関根さんの見解がありました。伊沢ですね、成長著しいところ、さらに左のハイキックも織り交ぜてきます。ここも押して膝、押し返そうと中村さん、はい、鈴木が返すんですが、その後必ず返しの返しがありますね。伊沢、そうですね、伊沢選手は階級を上げてパワーが増えたというのもあると思うんですけど、今までこう結構技術オタクなところがあって、いかに技を当てれるかみたいなのが自分のテーマだって言ってたんですけど、それじゃ上に行けないっていうことを本人もなんか自覚したようで、もう今こう気持ちを出してどんどん前に出ていくっていうのを自分のテーマに課してるんですよね。そういったところが、はい、今日の鈴木選手の試合には出てるんじゃないですかね。この第2ラウンドも実践しているようですね、はい、さて対して鈴木のこの第2ラウンドです。小比類巻選手、間合いなどはどう映っていますか。やっぱりあれですよね、普通の選手よりもやっぱり距離が近いですよね、お互いに、はい、で伊沢選手は武尊選手と同じチームで、武尊選手以前は膝蹴りで結構鈴木選手を控えしたんですけど、はい、膝はあまり使わないですね。ああそうですね、でもパンチとローにしてますね、はい、
完全にその戦いの仕様、そして体格が変わったのが赤いグローブ伊沢奈美と、パンチからローキックのコンビネーションも流れるようです。小入巻選手、ペースはどちらのものなんでしょうか。そうですね、まあ、お互いどっこいどっこいじゃないですかね。まだ分からない、まだ分からないですね。今両者膝を出しました。逆にあの鈴木選手の方が今日はすごく感じて膝うまくよく出てますよね、あ今もそうですね。ボディへの膝集中するのが青いグローブの鈴木です。スタミナという面ではもう関根さん両者問題はないでしょうね、はい、そうですね。極真空手での世界大会頂点に輝いているのが鈴木。この2人は噛み合いますよね。噛み合っている、ねえー、4番手数がお互いといて、はい、そして効いたというところはもうお首にも出しませんね、クリンチも少ないですしね、はい、いいですよね。打って離れてまた近づいてという、そんな展開が続いています、技術と力のねもう見せ合いですよね、俺の方が上だっていうね。伊沢が力をものにしたので、もう技術も力も両方あるというステージも上がってきたんですね、ボディへのフックから蹴り、足払いに出る伊沢。キャリアはね、伊沢選手のね、戦績多いですからね、ローってこのラウンドを一回休憩取るって結構効いてくるんですよ。そのインターバルの間に。そうなんですよね。さあ第3ラウンドです。鈴木そのダメージはいかほどか、そこを集中するか伊沢。しかしパンチもまんべんなくという赤いグローブです。 58kg ファイト仕切り直して王座へというのが青いグローブの鈴木。それに対してここからさらに上位食いへと階級を上げての伊沢です。伊沢が押してくる、そして膝、さらにかかとでの蹴り、テンプルからストレート。関根さん、多少体の軸がぶれても、はい、伊沢は攻撃をやめないんですね。そうですね、もうこのラウンドを取った方が多分あの有利ですからね。そうでしょうね。1、2ラウンド多分 10-10 だと思うんですよ、はい、しかも延長戦はこの試合はありません。あ、そうですか、はい、ドローの可能性も出てきちゃうんですね、いやこのラウンドをものにしなければいけません。ボディ打ちには頭へのパンチ伊沢、さらにミストレート、胴回し回転蹴り、攻撃がね入ってももう知らん顔してるから、なかなかポイントにならないですよね。小入巻選手、こうしたところはこれアドバンテージになるんでしょうね。そうです、鈴木選手はもうとにかくすごいですね、あの動きが、はい、止まらないですよね、本当にフィジカルがすごいですね。やっぱりこういうフィジカルが強い選手というのは多少のことでは効かないんですよね。精神面は言うまでもありません、鈴木。それに対して中村さん、伊沢は盛り返さなければいけませんね。前回の戦いで涙がありました、はい、あの悔しさをやっぱり試合で出して話さないと、伊沢選手からもう一回向けないと思うんで、ただ本当あの小平松選手言われたみたいに顔面張りの空手みたいな試合になってきましたね、はい、まさにさらにその様相を呈してまいりました。何か関根さんも2人が自分のキャリアをまたクラッシュでたどるかのような、はい、すごいですね、あんだけ間合いが近くてね、あのクリンチがないっていうのは珍しいですよね、はい、ここもそうですね、自ら分かれるからすごいですよ。これがクラッシュの接近戦、そこから後ろ回転回し蹴りもあるのが鈴木、さらに変則のローキック膝もあるのが伊沢。ボディへの膝、鈴木が返す、さらに左を返す伊沢、それでも押してという鈴木、右アッパーヒットしている、伊沢も譲らない、もう負けたくないという伊沢。ユースグランプリ準決勝で敗れたその相手タイガーは今日決勝戦に出場します。もう一度その上のステージへと食らいついた伊沢、それを突き放さんと鈴木。関根さん、最後まで連打連打連打でしたね。すごいですね、いい試合でした、
澤選手強くなりましたね。確実に何かが変わりましたね、力強くなりましたよね。21でしょ、まだ21歳、はい、彼もねこれからやっぱりクラッシュを引っ張っていく選手の一人ですよね、さあそして29歳、まだまだ俺もクラッシュでという頂点を狙う青鈴木です。判定を待つ陵侑、ジャッジ1番30対29、青鈴木、一人目鈴木。ジャッジ和田29対29、ドロー、二人目はドローです。さあ3人目、ジャッジ伊藤30対29、青鈴木、2対0、僅差の判定勝利は極真会館鈴木雄三。